かわいい豚さんの看板です。今日はあいにく雨なんですけどね、どんなラーメンですかね。 V3 さんになります。 V3 仮面ライダーですね。改めましてハロー YouTube、 アローハー、お先にです。はい、って言ってる間にですね、ネギラーメン着丼いたしました。仮面ライダー V3 行ってみよう。スープ、黒マヨがねポツポツ、浮いておりますので、よく混ぜて、スープを飲みます。これが本当にドロドロしてるんですけどね、美味しいですね。黒マヨが効きまして、はい、それで麺なんですけど、こちらのラーメンはですね、熊本ラーメン黒マヨを、使ったラーメンになります。それで今日は味噌が、もとい醤油、ですね、ネギラーメンになります。もうあれですね、ネギが絡んで、美味しいですよね。一応片面を、やったんですけど、もうちょっとバリカタぐらいを頼めばよかったかなという感じですかね。はい、チャーシュー巻き巻きタイム。テカってるチャーシュー、美味しい。改め、うまいに決まってる、うまいに決まってる、うまい。ニンニクの芽からの、ご飯うまい。はい、こちら群馬県伊勢崎市にあります V3 さんなんですけども、3匹の子豚ちゃんをねイメージしていますね。丼も専用で作られてまして、凝ってますね。メニューもね、いろんな感じで漫画的な、やつが書いてありまして、飽きないようなね感じになっておりますね。熊本ラーメン、マー油を使ったラーメンですね、伊勢崎の方にも、ね、結構ありますよね。こちらで何軒目かになりますね。やっぱり博多ラーメンとは、ちょっと違う感じなんですけど、黒マー油にねこだわってらっしゃるっていう感じがしましたね。癖でねライス頼んじゃってますけどね、こういう、熊本系博多系っていうことになりますと、やっぱり替え玉にした方がいいですかね。やっぱり、チャーシューからのご飯っていう感じで、もうすでにそれで最初にあれですね、ジョーカーかキングとかね、そういうカードも使い果たしちゃって、ご飯を食べる何ですかね、トッピングがなくなっちゃってましてね、結構ご飯、ご飯白いままでも美味しいんで、何々からのってやらなくてもねいいんですけど、動画的にはねちょっとやった方が派手になるんですけどね、そんな感じでちょっと替え玉にした方がいいですね。はい、 V3 さんでした。ありがとう、ごちそうさまでした。